久しぶりのお昼配信ですってそのツイッターに書こうとしたんですけど、そういえば昨日もやってたわと思ってそう書くのやめた。でも結構こんぐらいのほほんと配信するのは久しぶりな気がする。こんにちは。寝起きちゃん可愛いって言われた。全然寝起きじゃないんだけど。あ、ウィバース DM 登録してないでしょしてくださいぜひ。結構動かしてる。え、そんなことないのかな。私の中では動かしてる予定なんだけど、ちゃんとおはようって送ったよ朝。そっから寝てないのに寝起きって言われた。起きてたし、ずっと起きてたし。なんかでも絶対今だけだと思われそう、 DM 送るの。ちゃんとやりますって配信しますとかそういうのになるかもしんないけどちゃんとやるって。マロさん、ハート、銀ハートありがとうございます。なんかね、そう、悲しみの現実があったんですけど、まあでもそうだよなって思いながら全てを受け止めて生きていきたいと思いますはい、めっちゃサラサラ。でもなんかこうやって見たらあんま色変わってなく見えるんだけどさ、気のせい。でもこうやって見たらさ、まあ毛先と根元の色が一緒にはなったかなとは思うけど、こうやって見たらなんか普通の色じゃない？ハルピオンからはこっちが送ったメッセージはどんな風に見えてるの？だって。なんかね、言っちゃダメって言われたから言えないんだけど、みんなのメッセージはちゃんと見れてます。なんかどんな風に見えてるとかをは、そう、内密らしいそんな多分な、そこまでめっちゃなんかも絶対に言わないでくださいみたいな感じじゃないので全然あれだと思うんですけど、なんかとりあえずみんなのコメントは全部読めます。でちゃんと名前もちゃんと読めるので、そう、誰がいっぱい送ってくれてるなとかっていうのも分かるし、誰がこのコメントくれたなとかっていうのも分かるので、ぜひなんかいっぱい送ってくださいそう、ぜひいっぱい送っていただけたら嬉しいなと思います。なんかね、755もね、ちょっと前まではね、みんなねコメントくれてたの、おはようとか今日は何したよとかコメントくれてたのに1週間前からぽっきり来なくなった。そうだからみんなからの、ま、755はもう終わった。私たち AKB の中ではもうその
閉鎖しちゃったから AKB のアカウントは。そうだから別にそこにコメント書けって言ってるわけじゃないんですけど、そうじゃなくてコメントがないっていうのはすごく寂しいことだなと思ったので、そうだからぜひこのリバースの DM で755じゃないや、なんかそうやっておはようとか、そのなんかなんでもない会話みたいな話みたいなしてくれたら嬉しいなって感じ。755の最後のコメントはあのスタンプでよく、どういうこと？私の最後の投稿？え、絶対あれでいいでしょダメなの？だってどうせみんなバイバイとか使うじゃん、ありがとうみたいなスタンプ。でも私はもう AKB の橋本春奈で終わらせるっていうやっほーっていう。そう、しかもなんかバイバイとか終わりじゃないから、別にもしかしたら戻ってくるかもしれないし、急に。そう、ヤッホーだから、そう、わかんないですよ。だって自分のスタンプがあるって多分みんな知らなそう。知ってんのかな。お便りとかはねよく使ってたりとかしてたけど、そう、なんかみんな多分バイバイありがとうとかそういうのだと思った。もう私はもうガオ行く人間なので、はい、良くも悪くもガオ行ってるので、我を突き進んでる人間なのではい、せっかくね755さんが私たちのためにスタンプを作ってくれたんだったら使わないわけにはいかないと思って。しかもみんなもさバイバイみたいなのにしたらさ、なんかもう終わりなんだなって思うじゃん。まあ他のところはねありがとうとか以上みたいなバイみたいなスタンプにしたんだけど、個人の755はあれで絶対に正解だったなと思ってます。ただもう新しいあの SNS ができたので755はもう1週間誰もコメントしないから、あの誰もしてくれなかったのでもうさよならします。はい、もう新しいSNS ができたし、ちょうどなので今後はちょっと一旦は送っていただいても見れないというか、私はいないよっていう形で、その代わりめっちゃリバース頑張る、あ、めっちゃじゃないけどなんか自分のペースで頑張れたらいいなって、まあ、特に DM 機能をメインで頑張れたらいいなって思ってるので、ぜひよろしくお願いします。直吉さんハートありがとうございます。ありがとう。そう、もう今から755送ってももうもう見ないから、ヒカルンとかね投稿してるんだよね、いっぱい755普通に。 AKB メンバーじゃないから別にやってても何も文句ないですよヒカちゃん、そう、文句とかじゃないですよ、正しい。皆さんはお昼ご飯何食べました？何食べてますか？麺を麺の人多いなって言ってる私も麺なんですけど
そう、さっきカルボナーラを食べました。すいません。すいません、業務連絡。アルバンさん、マサルンさん、ハートありがとうございます。業務連絡大事。髪の毛一本抜けてる。いやー、今日の夜配信はちょっとわかんない、できたらするぐらいちょっとわかんない、できたらするぐらいです。だからドキドキワクワクみたいな、夜配信あるぞみたいな気持ちではいないでくださいできたらするぐらいで。そう、みんなも見れたら見るでしょ、できたらするぐらいそうそう、みんなの見れたら見ると一緒。なんか関西の人の、関西の人の行けたら行くは行かないじゃないですか。でもみんなの見れたら見るは、見る、見たいなっていう気持ちはあるけど、やっぱ仕事とか自分の予定とかがあるから、そう、見たい気持ちはすごいあるんだけれども、本当に行けなかったらごめんねっていう感じじゃん。え、一緒。やりたい気持ちはすごくあるんだけれども、やれなかったらごめんねっていう方のやれたらやるはい、そう、だ関西の人の行けたら行くじゃない、みんなの配信へのモチベの見れたら見ると一緒。違うのかなみんなみんな違うのかな、ちゃんと、え、見れたら見るわ、みんな見ないけどみたいな、言っとこうみたいなこと。違うよね、見に来てくれようとはしてるよね私はそうじゃない、ちゃんとやれたらやるは、やりたい気持ちはすごく山々だけど、
やれなかったらごめんねの、やれたらやる。なんかさっき膝をきれいにするなんかボディーソープっていうんですか、石鹸みたいなのを使ったんですけど、めっちゃ膝きれいになった。嬉しい。嬉しい嬉しいです。ありがとうございます。こんにちは。あ、みんなに、なんかさ、こっち側しかさ光当たってないよね。こっち向いて配信すればいいのか。こっち向いて配信すればいいのか。こっちしか当たってなかった。みんなにおすすめの食べ物を紹介しようと思って。そういるんですけど、でもちょっと高いのだから、ちょっと結構高いから、あれでなんか自分へのご褒美として買ってほしいなって思うんだけど、あ、今ここにはないんですけど、私も食べてめっちゃ美味しいと思ってみんなに紹介しようと思って紹介するんですけど、最近本当9月の中旬十何日とかに発売された、ハーゲンダッツさんの、ごめん高いよね、そうなの高いの、でも私もめっちゃ今日頑張ったっていう一日のご褒美の時に食べたらめっちゃ美味しかったから、そう食べてほしいんだけど、ハーゲンダッツさんのほんと新発売の抹茶小豆お餅みたいなやつが本当に美味しくてペロリだったの。ラッコさんハートありがとうございます。そうちょっと調べるね、ちょっとこうやって出すわ。新商品花もち抹茶あずきっていうやつ、こちら、これがめっちゃ美味しくて期間限定だからみんな食べて、でも高いから本当にスーパーで買ってそうちょっとでも安く買ってほしいなっていうのと、あとは本当に今日頑張ったなっていうご褒美とかにぜひ食べてほしいなと思います、うん、そう、いやまあね、裕福な方はいいんですけど、
私もハーゲンダッツ高いなってはわかる。だから差し入れとかハーゲンダッツめっちゃ嬉しい。うん。確かに今日お仕事頑張ってみんな食べよう。じゃあそれあり、今日のお仕事みんな頑張って食べる、あり。そうしよう、みんなそうしよう。類炭しよう類やばい、変な子だと思われる。ハーゲンダッツ出したの忘れて溶かした時は泣いた。え、もう一回冷凍庫入れればいいじゃん。違うんですか？ねえねえ、誰も突っ込んでくれない。総使用類単使用類つで、ね、やだ。誰、え、突っ込んでもらっていいですか？ちょっと放置されるの一番やだ。悲しい。ねえ、てかショールーム本当にバグじゃない、何、時差ありすぎ、やだ。やだ、お願い早く来て。え、何それって言われた。え、みんな理科で習わなかった？総使用類と単使用類、いやこれは絶対中学生か小学生で習うやつだよ、絶対。みんな習ったって思い出して。みんな思い出して、総使用類と単使用類、え、違ったっけ。え、単使用類に聞こえてんのか。単使用類、ほらありますよちゃんと。でも単使用は単使用類ですよ。単使用類に聞こえてたのみんな。ねえ、ごめん、私の滑舌も問題だった。総使用類と、総使用類と単使用類っていうのがあって、総使用類っていうのは、まあ、みんながよく思い描く、あのこう最初に葉っぱがこう芽が出るじゃないですか。その時に葉っぱが2つあるやつが総使用類、双子の、そう、総使用で、単使用類っていうのはこう初めて芽が出た時に1個しかないの、この芽が。で、小学生でやった、絶対中学生か小学生で、この葉っぱの葉脈がみたいな、めっちゃやったんだけど、なんで。みんなお願い、この葉っぱの葉脈が平行なのと網状なのとって、やったじゃん。ねえ、思い出してお願い。何年前の記憶か知らないけど。思い出して。スケッチしたじゃん、葉っぱの葉脈、葉脈スケッチしたじゃん、思い出して。つらい、一人で盛り上がってる。お願い、
スケッチはしてないごめん、でもうちはスケッチした。やばい、眠たくなってきちゃった。今日は4時間ぐらい睡眠。昨日さ、ほんとバカなんですけど、いやバカって言っていいんですけど、みんな私のこと言ってほしい、むしろって感じなんですけど、それはちょっとキモいか、ごめん。言っていいよって感じなんですけど、すごい、でも言っていいよはすごい上から目線ですよね。なんて言うんだろう、バカなんですけど、まず昨日あの時間に配信終わったじゃん。何時に終わったんだっけ？12時か。12時に終わったじゃないですか。で、その後に、いろいろね、撮るものがあるんだって話して撮ってて、で、いろいろしてたら、1時くらいになって、眠い目こすりながら、とりあえずお風呂には入って、で、お風呂上がってドライヤーして、ドライヤーした後にビバン見始めて、9話と10話そうあって、そう、もう25日までに見ないとゆきりんさんとお話できないと思って、そう、とりあえずビバンを9話と10話見て、そう、ゆきりんさんとお話しするために。で、まあそのそれこそ急にね、その福井でイベントが決まったからさ、まあいろいろやらなきゃいけないこともね増えて、そのやらなきゃいけないことやってて、福井のためにで、そうってことは福井にイベントがあるってことは、私あったじゃん、あれメッセージカード大量みたいなやつあったと思うんですけど、そのメッセージカードの大量のやつを、その1日その日数換算してたんですよ。この日にこれやれ、こんだけやれば、そう、なんていうの、この締め切りまでに全部終わるよっていう気持ちで、そう、こんだけずつちょっとずつ頑張っていこうと思ってたの。でもその25日に、もともと24日に何もない予定だったから、24日に結構頑張る予定だったんですね。そうでもその24日に結構頑張る予定が、そうできなくなっちゃったから、その結構頑張るやつをちょっとだけ今日、昨日のその夜中にやってて、そう、カキカキしてて、いやなんか思ったんです、新幹線の中とか別にさ、そう、多分福井行っても多分時間はあるから、そこで書こうかなとも思ったんですけど、そのカードを持ち運ぶのが私怖いなと思って、結構なんて言うんだろう、大量だし分厚い紙があるし、それをじゃあなんか、まあ、それがね、ただただ別にその飾られるとかだけだったら、まあ100歩譲ってもいいんですけどでもそれ自体がファンの皆様のもとにお届けさせられていただくじゃないですか、お届けさせていただくじゃないですか。そうってなった時に、なんかこの子のカードだけめっちゃボロボロじゃないみたいなそう、私がもしもそう福井に行く間にじゃあめっちゃ大雨に降られたとかになって、なんかカードがシワシワになりましたみたいなそうなるとするじゃん。でも、まあ、そんな多分予備もめっちゃあるわけじゃないと思うから、そのカード自体にもお金はかかるし、だからそう、ボロボロ、この子のカードボロボロじゃんってなるの嫌だったので、そう、みんなにも大切にね保管してほしいなっていう気持ちがある分、私たち自身も書くときは大切に丁寧に書かなきゃいけないなっていうのはすごい心の中では思ってて、でましてやうちらはさ、この何百枚も書いてるけどさ、ファンの皆様にさ届くのはさ一人一枚じゃないですか。でその一枚がなんかめっちゃボロボロだったり、すっごいなんか乱雑にビビビって書いてあったりとか、それは嫌じゃんそう
でしょ、私たちからしたら何百枚かもしれないけど、みんなからしたら1枚だから、そう、なんかそう思われるのもすごい嫌だなと思って、ちょっとその福井に何24日のその大量に頑張ろうと思ってた分をちょっと昨日ちょっとだけだけどね、そう全部はさすがにやってない、だって24日1日でやろうとしてた分昨日のそんな時間にやれるわけないから、そうちょっとだけずつその他の日に分配してとりあえずやってたら、昨日布団に入ったのが4時半ぐらいそうあのだから配信終わった後、まあ普通に VIVANT 見てたら、まあ普通にまあ3、まあでも CM とかもあったりとかして、まあ3時間2時間半ぐらいになるじゃないですか、普通に VIVANT 見てプラス2時間半でしょ、でお風呂入って1時間、えでもって考えたらさ、4時間半って結構、4時間半後って結構早いよね。VIVANT 9話10話見てお風呂入って写真も撮ってそのメッセージカードも書いてってなったら、4時間半って意外と早かったんだそう、まあ、とりあえず4時半に寝て、で今日8時半ぐらいに起きて、そうだから4時間ぐらい睡眠時間、そうで、まあなんかあのアレルギー検査の結果を聞きに行ってきました。でもそれはファンの皆さんがにちゃんとご報告するべきだと思うので、そうなので後日伝えますね。でまあそんな感じの今日を迎えております。そうちゃんと行ってきた、じゃあ逆に今日はその8時半に起きて何してたのって話ですよね。8時半に起きて、まあ、私8時半には目覚めたけど、お布団から出たのはまあ9時ぐらいで、そっからまあその検査結果聞いてご飯食べたらこの時間になった。感じかな。でももう今めちゃめちゃ眠たいので寝ます。ただちょっと午後から予定がある、もう午後なんですけど午後から予定があるので、ちょっとさすがに寝過ごさないように寝たいと思います。寝る、お昼寝。お昼寝します。さすがに睡眠時間4時間はきつい。眠い。ということで。ランキングいきたいと思います。
きます。1位くじのだいごさん、2位 BJ さん、3位直吉さん、4位マジさん、5位イバジュンさん、6位一条寺ひかるさん、7位マックミックさん、8位バージョン R さん、9位伊賀の藤丸さん、10位ベベモンさん、11位マロさん、12位エンドレッドアットピョンズさん、13位イプトさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。夜はあのみんなの見れたら見ると同じぐらいのテンションでやれたらやるなって気持ちなので、ぜひよろしくお願いします。とりあえずおしゃべりできてよかった、ありがとう。午後もお仕事ある方は皆さん頑張って、私もやることっていうか予定があるので頑張りたいと思います。それではありがとうございました。またね、バイバイ。またビバース送るね。バイバーイ、ありがとう。おやすみ。おやすみはおかしくはないんだけど、この時間はおかしいよね。まあいっか、おやすみ、バイバーイ。